鋭い牙を持つ象的存在マンモス。太くて長い体毛を持ち、絶対的防御を放つマンモス。この世界のアイドル、マンモス。毛深い祭、毛深祭。彼も太くて長い体毛を持っている。皮を剥ぎ取り、衣服にするもよし、布団にするもよし、にするもよしだ。ふと思った。この世界のアイドル、マンモスと太くて長い毛深祭、この2匹が対面した時、一体どのようなことが起きるのか。そう、今日現実になろうとしています。猫ファンの皆さん、こんばんは、ジョン・カニタです。解説には元タコタコボンさんにお招きいたしました。タコボンさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。審判のサルバドーレ・イン・チンパンさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は3対3ということで、いかがでしょうか。牙と牙、羽毛と羽毛、そんなぶつかり合いが予想されますよね。まあ、今日は見どころだと思いますよ。はい、ありがとうございます。今日はそんな一戦を迎えています。そうですよね。しかし今回は今までみたいに牙を使ったり毒を吐いたりタコボンドだったりいろいろありましたけど、角と角の戦いですからね。ちょっと今のはよろしくないんじゃないでしょうか。もうノリノリですよね。ちょっとふざけちゃったんじゃないでしょうか。うわー、これは痛い。失礼しました。さてさて、今日の天気もすっかり晴れ上がりました。それでは間もなく始まります。ピー。さ、審判のホイッスルと一緒に試合が始まりました。両者深く見つめ合う。どちらが先に動くかですよね。はい。さ、流れに乗るのはどちらか。サポーターの皆さんも目が離せないでしょうね。ここで、うわー、マンモス動いたー。大きく振りかかる。うわー、振りかかったぞ。激しい攻防。おっと、すごい、これはすごい。体を動かす、ブラボー。しかし、よく攻めてますよね。やりたい放題しているー。さあ、こっからだ。うわ、いいですね。ワンモーチャンス。追い詰められる。これはまずい。モスマン倒れる。うわ、今の彼の顔好き。一対二、どう見せる。うわ、肘今強く打ちました。これは痛い、大失点。苦しいですよね。ほっぱい、わー、大きく不運客席で吹き飛んだ。すごすぎる。これが異次元のプレー。いや、再選手も頑張りましたけど、やはり体格差で差が出てしまったんでしょうかね。なるほど、その通り。いや、タコボンドさん、ついにコロシアムもこういったプレーが許される時代が来たというふうに解釈すればいいんでしょうか。どうなんでしょうかね。でもこういったプレーはファン喜びますからね。確かにそうですよね。しかしよく突破しましたよね。彼の得意なパターンだったかもしれませんね。全くもってその通り。それでは今回勝者はアイドル的存在マンモス。マンモスに大きな拍手。ではタコモトさん、今回の試合いかがだったでしょうか。はい、嬉しいですよね。ここまで来るのに監督や選手たちもいろいろあったでしょうけど、その全てが報われたんでしょうね。いやー、感動的でした。なるほど。それから。そうですね、まあこれまでの厳しい組み合わせや、なんだよ、それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。はい、さよなら。